吉本新喜劇が連日行われている、ナンバグランド花月吉本新喜劇は、日本の芸能事務所、吉本工業に所属する、お笑い芸人によって、舞台上で演じられる喜劇、及びその喜劇群を演じる劇団である。ナンバグランド、花月劇場で本公演が行われ、吉本新喜劇制作として、テレビ放映される。また、司法公演として、 座員を絞った形での巡業によって講演される。池のメダカをはじめとする数人の新喜劇ザインと、他の吉本工業所属お笑い芸人らが共演する、新喜劇風の舞台喜劇の番組も、伝統的に朝日放送テレビで放送されていたが、こちらでは、MBS テレビで放送される、吉本新喜劇と違って、毎回の舞台設定やレギュラー出演者の、 役柄設定などは固定されていた。以前は、読売テレビでも、吉本コメディの名で放送されており、こちらも、同様の構成であった。関西では、NGK のほか吉本議音歌月でも座員による、新喜劇が上演されており、東京では、ルミネザ・吉本を本拠地とする芸人たちと、やめよう、かなキャンペーン時代の若手で、主役級だった、今田孝二 東野工事たちを座長とした新喜劇所属ではない集団による演劇もチームで連日上演されている。新作は毎週火曜日に上演されている。仮の台本が作られるのは上演開始日の2週間、ないし10日前、その台本で舞台が作れるか作業スタッフが判断したりする過程を経て正式なものになり、出演者が受け取るのは同3日前で、 上演初日の前日の2回目工業終了後から最長で午前1時頃まで立ち稽古を続けていることがある。その様子はナンバグランド花月公式サイトにおいて覗き穴のコーナーで伺えていたが2007年12月に公式ホームページがリニューアルされてからは取りやめられた。なお、日々セリフやストーリーの小さな修正が行われるため結果として 上演初日と最終日とでは大きく内容が異なることがある。また、金曜日がカメラリハーサルで一度芝居をカメラで試し撮りをし、翌日の土曜日の原則として2回目の公演時にテレビ放送向けの収録をしている。毎年正月公演時には若手出演者の誰かが酔っ払って舞台に立つのが恒例となっていたが、公演に 差し触りが出るために2007年からは、吉本工業の指示により、楽屋での飲酒は禁止された。1959年3月1日、梅田花月劇場会場と同時に、吉本バラエティとして発足。第1号の演目は、花と箱脚本の、あちゃこの名月赤城山。出演者は、花菱あちゃこ、笹十郎、大村コン、芦屋小岩。 中山あちほか、同日開局した MBS テレビとのタイアップとして、生まれ、創設者の張った竹をして、テレビ時代を睨んだ、新たな演芸のビジネスモデルとして、梅田花月と MBS テレビの看板となるべく、まさに社運をかけて育成された。初期には、花菱や茶子や、東59度雷門五郎、 小福亭松之助、大村今楽既存のスターに頼っていたが、やがて他劇団などからの引き抜きや自前のスター発掘を行うようになり、森住清平三平、白羽大輔秋山隆志白木実る、花木慶、ルーキー新一、森慎、財津一郎、岡八郎、原哲夫、桑原和夫らが対等するようになった。 雑木作家が演出を兼ねることが多く、黎明期から当時20代の青年ながら抜擢された、竹本幸造、段上茂らが本公演の台本と演出を手掛けた。また、民放各局で放映されていた、爆笑寄せや、あっちこっちでっち、花の駐在さんなどでも、ほとんどの台本と演出を、吉本新喜劇やめよっかなキャンペーンが始まるまで手掛けた。 1964年6月頃から、吉本バラエティを改め、吉本新喜劇と正式呼称するようになったが、すでに1959年の吉本バラエティ第一回公演には、吉本新喜劇と歌われている。また、吉本バラエティから吉本新喜劇への移行の過程で一時、吉本コミカルスや、吉本ボードビルと名乗っていた時期もあったが、当時は、芸人が、 舞台に出るとすぐにこけて、笑いを取ろうとすることが多く、関西お笑い会ではそれをもじって、吉本コケカルスとの別称もあった。なお、上演開始からちょうど50年経過にあたる2009年3月1日から3月9日まで、この誕生経緯をなぞった50周年記念興行が行われた。かつては、大阪と京都に3つの吉本直営の演芸劇場があり、 劇座員を三つの組に振り分ける三チーム体制となっていて、それぞれ10日単位で各チームが各劇場に出演し、一月で全劇場を回るローテーション性を繰り返していた。2019年現在も活躍中のベテラン座員は、ほとんどがこの三箇所のいずれかで初舞台を踏んでいる。梅田花月での公演は毎日放送で、花月爆笑劇場として、 土曜日の12時から、南波花月での公演は、朝日放送で、お笑い花月劇場として、土曜日の13時から、いずれもテレビ中継されていた。ちなみに、京都花月と梅田花月は同じ芝居がかかり、南波花月は両劇場にはかからない新作が、上演されていた。これは、上記にあるように毎日放送と朝日放送が、 それぞれ新喜劇を放送していたため、区別するためであると考えられる。大阪における笑い演芸の劇団として、かつては日本を代表する喜劇役者の一人と言われた藤山博美が率いた松竹新喜劇がある。同じ新喜劇を名乗るが、その追い立ちや内容、構成、演出法など両者は大いに異なる。吉本新喜劇は、 ヶ月で上演される漫才や落語、諸芸の間に組み入れられ、コントの延長的な敬遠劇である。テレビ中継されることもあり、芝居の途中から入場しても笑えるというコンセプトを持っていた。対して、松竹新喜劇は、泣きと笑いを交えた本格的な狂言、芝居であり、他の芸と組んで工行を打つことはない。しばしば松竹新喜劇は、 小畜芸能の演芸の上内小屋であった、角座や何技で、他の演芸と同時に上演されたように誤解されるが、そのようなことはなく、角座と同じ道頓堀、矢倉町にあった中座に本拠に置いていた。小畜系で、吉本新喜劇に相当する一座は、小畜爆笑劇などが当たる。小畜新喜劇は、歌舞伎役者の出である、曽我野矢五郎と、 蘇我野屋十郎が結成した日本初の本格喜劇、蘇我野屋兄弟劇をその源流とする。五郎と十郎は大阪に古くから伝わる伝統芸能、にわかを改良して本格演劇に仕立てた。にわかは本来即興で演じる歌舞伎などのパロディーなどであり、東京でいうあちゃらかと同義であるが、このような敬意を持つため小竹新喜劇は、 舞台中心の本格演劇に位置づけられている。内容も人間の語を描いたものや人情ものなどが多く、ギャグは入るが、本筋の通ったものである。一方の吉本新喜劇は常々、漫才芝居と形容されるように、ドタバタ中心のナンセンス系演劇であり、一種のスラップスティックコメディである。ストーリーよりもギャグ、演技よりもキャラクター性を重視する。 これはもともと吉本新喜劇がテレビ番組向けに制作されたものであり、テレビ中継で直り、過月劇場に観客を呼び込む、客寄せの役割を担ってきたことによるものである。両者は比較されることを嫌い、吉本側も、うちらと、向こうは、たとえ同じスポーツであるにしても種目が違うと、言い切っている。大雑把に言えば吉本は、指定性から競争性になり、 芝居内容も現代にあったドタバタな協楽を追求したのに対し、松竹は最後まで藤山博美を中心とする指定性で、上方の伝統的な人情物の,の色彩が強かった、といったところである。また、指定関係にしても、蘇我野や五郎八門家の井上達夫を移籍させたはいいが、吉本で育ってしまった。ビートたけしが、藤山さんはボンクラにも、 最低5万円渡してやるんだって。そうしねえと若手が生活に困って、芝居に専念できねえからって。本当かねと発言した。これは、雑誌、商芸人や竹氏の著書に書かれていたことである。この話が本当とするならば、小畜新喜劇と比べると、吉本新喜劇の座員たちの生活は、恵まれているとは言えず、若手の月給は8万円程度と言われている。 また、アルバイト先は、ベテランザインが経営するスナックも多く、若手ザインが働く姿も時折見られるという。なお、ナンバグランド花月がオープンした時、小畜新喜劇の顔であった、藤山博美は団員を引率して、林翔之助を表敬訪問している。この時、道頓堀、矢倉町の中座から、千日前の NGK まで派手に更新して、注目を浴びた。 2007年には、小屋部新喜劇座長になって1年経ちましたスペシャルに、藤山博美の娘で、小畜新喜劇にも出演する、藤山直美が、シークレットゲストとして出演した。これは、小屋部和とよも、歴史的瞬間と呼ぶほどで、かつての関係を知る人々を大いに驚かせた。2009年には、辻本茂雄座長の芝居。 しげる作り閉ざされた過去に三代目渋谷天外が出演を果たしている。吉本新喜劇から松竹新喜劇に移籍した例としては高石太志がいる。吉本新喜劇の座長でも松竹新喜劇中高の祖藤山博美を意識している者が多く、間官平は芸名を博美から一時もらった。また内場勝則は、 劇中でアホボンと称するキャラを演ずることがあるが、この名称はもともとヒロミが、松竹新喜劇で演じていたキャラにちなんだものであると、される。1980年頃に始まる漫才ブームは、吉本興業のタレントの全国区進出を成功させ、吉本興業は行用を拡大、トップスターの全国進出が、相次いだ。一方で、吉本新喜劇は、 概ね球体依然とした演出を続け、中高年層の支持は維持されていたものの、漫才ブームや、震災橋筋二丁目劇場といった笑いの新しい波の洗礼を受けた若者層には飽きられ、また、室谷信夫、木村進村主力の離脱などで、客足が減りつつあった。各劇場の老朽化が進んだことで、 吉本工業は1987年に NGK ことナンバグランド花月をグランドオープンさせたが、オープン当初は下火となった新喜劇の上演を NGK では行わなかった。同時期の京都花月閉館とナンバ花月閉館により、本拠地は梅田花月のみになり、伝統の3チーム制も崩壊した。新喜劇やめよう、かなキャンペーンそのような中、 1989年4月、木村正夫が、吉本工業本社制作部次長に就任。新喜劇を改革、再生させるには、世代交代と、全国区に売り出すことが必要であるとの方針のもと、再生プロジェクトとして、期限までに、観客動員数が目標値に達しなければ吉本、新喜劇自体を解散というセンセーショナルな、新喜劇やめようかな キャンペーンを開始。この時に設定された目標観客動員数は1989年10月から1990年3月までの半年間で、延べ18万人、1日平均に換算すると約1000人であり、当時の梅田可月の座席定員から換算して70%近い平均稼働率を上げなければ目標値に達しないという非常に高いハードルであった。 これにより、現場は緊張し、マスコミが取り上げ、関西地方を中心とした潜在的ファンの掘り起こしや、新喜劇に、馴染みのない全国のファンに認知度を高めることにより、観客動員が増え、キャンペーン期間終了を目前に控えた1990年3月中旬、ついに観客動員数は、目標数の1989年10月から数えて、 延べ18万人に達し、新喜劇は、存続を果たすこととなった。この裏で、木村正は、在院全員に一旦解散を宣告した。そして、一人数とに面談を行い、これからは若手を中心にキャスティングします。もしかしたら、通行人命とかをやってもらうかもしれません。それでもやっていただけますかと、ベテラン、中堅在員等にヒアリングを行い、 今後の手法に意が沿わないザイ員は、外れてもらうという再入団システムを導入した。ヒアリングの末、かつて新喜劇の顔であった、花木景、岡八郎が、幽体という形で事実上の対談となり、その他中堅、ベテランザイ員の多くが戦力外通告され、船場太郎ら一時的に残留したベテランも秋に、回るなど、世代交代が進んだ。当時、 三浦淳がプロデュースした吉本ギャグ100連発はこの新喜劇復活劇の重要な要因の一つであったがその内容は世代交代で去ってゆく芸人の芸が中心である。三浦はそれ以後の吉本ギャグ100連発に吉本ギャグ100連発さんの制作には参加していない。ちなみにこの新喜劇やめようかな キャンペーンの頃から1997年6月末頃までのナンバグランド花月での新喜劇の演出を担当したのはほぼすべてが女性演出家の港由美子である。彼女はその後1997年秋1998年秋にかけて放送された東京発のゴールデンタイムの全国ネットの新喜劇の番組である超吉本新喜劇と 超コメディ60でも演出を担当した。また、1991年には、サントリー、ポケメシの CM に出演して、チャーリーハマが披露した持ちギャグ、じゃあ、りませんかが、全国区のブームとなり、その年の新語、流行語大賞を受賞。吉本新喜劇の知名度を全国に大きく高める、こととなり、同時に行われていた。 吉本工業の東京再進出に大きく貢献することとなった。ニューリーダー時代から現在やめようかな時代の主力メンバーだった今田工事 130R、130 R 東野工事らがダウンタウンと共に東京進出した後は内場勝則辻本茂雄、石田康史、吉田博の4人が頭角を表し、1995年には TV 番組出演の関係で辞退した吉田を除く3人が、ニューリーダーに就任した。この頃より、やめよ、かなで対談していた、島田はじめの助、浅川明恵といった一部の中堅、ベテランが復帰し、1999年には、内場、辻本、石田、吉田の4人が新座長に就任した。その後は、石田と吉田が座長を退いたが、 その下の世代である、小籔和とよ、川畑康史、スッチー、金の卵オーディションに0 0 7で入団した、酒井愛が、座長に加わって、現在に至る。オーディションによる若手に加え再入団を含む中堅、ベテランの加入で全盛期を上回る大状態となっているが、近年は、やめよう、かな以降も残留したベテラン勢の奇跡入りが、相次いでいる。 2019年2月には辻元内場の座長退任と過去にはスッチーの座長就任までの2年間にわたって実施されていたリーダー制度の再開とポジションの正式な新設が発表された。の校を参照のこと各劇場の現況存続決定後、キャンペーンの一環として震災橋筋二丁目劇場出身の若手を中心に上演されていた。 ニューヨシモト新喜劇は1989年11月梅田花月からナンバグランド花月に拠点を移し現在に至っている。基本的に舞台は大阪という設定だが観光客誘致のために新喜劇放送地域の地方を舞台にすることもある。公述の場合は舞台となる地域の主張または地域出身のタレントがゲスト出演して PR を行うシーンが入る。ナンバグランド花月での新喜劇公演では映画等の告知を兼ねて吉本以外の芸能事務所に所属する芸能人や有名人が出演することもあり、1996年には来日していたジャッキー・チェンがナンバグランド花月で公演された新喜劇に国際警察の刑事役で飛び入り出演した。2019年4月には 当時の首相の安倍晋三が6月に大阪で行われる G20 の告知のためサプライズ出演。他にも、アグネスちゃんやカトリ慎吾、また、バラエティ番組とのタッグで、草薙剛、し、ユースケ・サンタマリア、ダウンタウン、サマーズ、雨上がり決死隊、キャイン、小福亭鶴瓶、桃色クローバー Z、ナインティナイン中井正宏、キャラクターでは、 ハローキティやドラえもん、のびのびたが、宣伝も兼ねて、出演を果たしており、この場合全国版のスポーツ新聞や芸能ニュースでも、報じられる。特殊な例では、2006年と2007年の3月に、吉本と芸能提携を結んでいる、プロ野球チームのオリックスバファローズ所属の選手が、出演した、新喜劇に、バファローズがやってきた。の公演。 毎年12月第2週に上演される年末ジャンボ宝くじタイアップ作品では幸運の女神がゲスト出演する。ナンバグランド過月新喜劇とベテラン芸人が中心で以下の公演構成となっている。擬音過月 NGK とほぼ同様のプログラムで漫才コンビ4から5組週替わりで新喜劇が上演されている。また、 芝居終了後に出演者が揃ってのエンドトークが行われており、小中学校の夏休み冬休み期間中には出演者サイン色紙のプレゼントを兼ねたじゃんけん大会が行われる。この他、2014年末に会場した吉本漫才劇場では若手メンバー中心に吉本曲新喜劇と題して不定期で上演を行っている。やめよっかな キャンペーンによって全国的に知名度を高めた新喜劇は1991年に初の東京公演となる帝都公演を開催して大成功を収める。その後テレビ放送でも全国において木曜20時代の視聴率を確保したいという毎日、放送の思惑と新喜劇を全国区化させたいという吉本の意向が合致し、超、 吉本新喜劇が1997年秋から東京で収録され、新喜劇が東京発の形でゴールデンタイムに全国ネットでテレビ放送されるようになった。しかし、舞台は新喜劇なのに仕掛けがドリフ調であったり、新喜劇や関西とは全く関係のないゲストが多数出演したりしたことから、従来からのファンにも見放され、 1998年秋に終了。この1年間は本家 NGK からも特に知名度と笑わせる力のあるベテラン勢が借り出されたため、リーダーに相当するポジションで大阪に残ることができたのは実質的に吉田宏だけであり、ニューリーダー制開始直後の柔軟さ、斬新さから一転、まさにやめよっかな。 キャンペーン直前の状況が再来していた。それでもやはり、東京公演を諦めたわけではなく、1999年からは、場所と方式を変えて、スタジオアルタで週末にニューリーダー3人を中心に、下本家そのままの新喜劇を定期上演。これも、逆輸入。新喜劇として、関西地区で放送された。2001年には、ルミネザ・吉本が開業し、 今度は、東京オリジナルの台本と出演者、いまだ、東野など、NGK 新喜劇経験者、NGK から東京に移籍した石田を座長に据えた、公演が開始され、現在に至る。ルミネ新喜劇は、比較的若手のメンバーで構成されており、専属座員を呼び、雑木作家は、基本的に存在しない。公演は不定期で2から3ヶ月行われ、 テレビ出演の多いまだ、東の座長会は、基本的に月1公演となる。2014年以降は、座員座長はそのままで名称を変更し、SP コメディという名称に変更された。また、2009年4月末から2011年11月末まで、品川に開設されていた、吉本プリンスシアターでは、 辻元、内場など、NGK 新喜劇座員が中心となる、本場吉本新喜劇が原則として、毎週火曜から木曜、または金曜にかけて上演されていた。NGK ザ員による、新喜劇の東京上演は2014年以降、ナンバグランド花月の出張版である、東京グランド花月を上演しているほか、毎年8月には、小部座長による、 単独公演も実施されている。これまで1997年3月15日に、ニューヨーク、ロンドン、台湾、上海で、吉本新喜劇は上演され、さらに2006年7月には、日本国内3大都市と合わせて、ハリウッドのコダックシアターでも、すっごい吉本新喜劇 LA& ジャパンツアーと銘打って、特別編成で上演された。座員は、 今田浩二や、レーザーラモン HG など新喜劇出身のルミネザ、吉本出演者が中心であったが、大阪から内場勝則、道や末、池の目高そして新喜劇外から、ピン芸人の田村賢治も参加した。2014年9月には、沖縄出身の吉本芸人で構成された、沖縄新喜劇の旗揚げが発表された。同年12月から、 全国ツアーが行われ、2015年4月からは、吉本沖縄花月でも上演されている。その後本家吉本新喜劇とも合同で公演を行った。2016年8月に、福岡吉本にて、新喜劇やめようかなキャンペーン時代まで副座長を務め、現在は、福岡吉本に所属する、ぶき吹和みの還暦祝い座長公演が、 過保劇場にて行われた。2018年2月には、正式に寿を座長とする、九州新喜劇が旗揚げされた。座員は、福岡吉本所属タレントで、オリジナル新喜劇となるほか、マドンナオーディションの実施も発表されている。ほとんどの吉本工業所属タレントが新喜劇に、出演している。日曜小劇場に出演していた、アカシアさんま、ダウンタウン。 桂ツ氏、ルミネバンに出演している、森美中、山崎邦にまさなど新喜劇出身者も数えきれないため、以降では組織としての、吉本新喜劇に所属した者を中心に述べる。新喜劇入団の際、新人は NSC で新喜劇入団を希望したり、あるいはオーディションを受け、合格したら、養成期間である。 吉本新喜劇ジュニアに入り、そしてある程度実力がついたとみなされたら、NGK に出られる運びとなる。このほか吉本工業本社が有望な若手を自社内で移動させたり、漫才コンビを解散した芸人が新喜劇に入団したりすることが多い。座長経験者では、辻本茂雄、吉田博小籔和とよ、スッチーがコンビの出身である。 過去にはシマシマンズやレーザーラモン、現在ではランディーズと水玉レップー隊が漫才活動と並行して新喜劇に加入している。男優は漫才畑を歩いてきた者が圧倒的に多く、NSC を含む純粋な芝居畑出身は、内場勝則、石田康史、唐津川光一、安雄志の女、川河畑康史、伊賀賢治、山田亮。 平山正夫など数える程度であるが、逆に女優は NSC から直接入るケースがほとんどで、コンビの出身は、道や末、若い緑などである。過去には、大阪パフォーマンスドールや JD といった、吉本興業の多分野からの転向も多かった。また、中西君江や高橋靖子などのマドンナ役の女優の、場合には、オーディションで、他の芸能事務所や劇団などから、 吉本興業に引き抜かれたケースもある。珍しいケースに、落語出身者が挙げられる。中条健一、森田の利用氏など。新喜劇対談の際は、在員同士、または在員がピン芸人や旧コンビを解散した芸人と、コンビを結成して対談するケースが見られるが、それでも多いとは言い切れない。圧倒的に多いのは、所属事務所の遺跡と芸能界からの引退である。 東京進出に伴うスケジュールの多忙化などで、吉本興業本社が自社内で移動させて、対談となるケースも多く見られる。また、帯谷隆のように、プライベートの問題で新喜劇から追放されてしまうケースもある。女性座員の場合には、結婚により、タレントを引退するケースも多いが、中条健一、秋田久美子、内場勝則、道屋末、吉田博士、 前田真希のように夫妻で新喜劇座員として在籍するケースもある。3チーム制を維持していた時期は、最盛期には130人以上の座員、十数人の雑記作家を抱えていた。そのため、元、吉本新喜劇という肩書きを持つ人物は、戦術の代表的な座員以外にも膨大な数に、上る。しかし、やめよっかな。キャンペーンでの大リストラによって、 在院は1時40分人前後にまで減らされた。現在では、若手の新規採用やベテラン役者の復帰で80人前後となっている。オーディションによる入団は、藤井隆以降しばらく途絶えていたが、2004年からに、吉本新喜劇金の卵オーディションを開催。以降も随時オーディションを行っており、再び黄金期に向けて、拡張路線を取っている。 ナンバグランド花月公演は、中堅、ベテラン中心で、若手は早くに回ることがほとんどであるため、かつて梅田にあった梅田花月にも出演している若手を、中心とした、金のひよこライブや、金の卵ザインによる、金の卵ライブなど若手にも、機会を積極的に与えていた。座長に昇格した、坂井愛を、はじめ、副座長クラスマドンナクラスなど、 現在の新喜劇の中核をなすメンバーも多数、排出しているが、新人が大量に入るシステムに移行したためか、退団する者も,も少なくはない。前世紀には60人ほど在籍していたが、低迷期には31人に激減。1989年以降は、入団数が増加し、現在は、客員、休業中を含めて100人を超える団員が在籍する。 座長原則として、4人いる座長の中から1人が、作家と相談しながら、担当集の新喜劇の脚本を作成し上演する、システムをとっている。また、このシステムは作成者それぞれの新喜劇に対する、方向性や、個性の違いが非常に出やすい。また、座長それぞれに、ほぼ専属の若手ザインが何名かいる。また、 座長同士の間では座長に就任した順に発言力がある。なお、2010年には、石田や、やめよっかな。時代の経験者の本、今が座長として、講演を行うことがあった。女性座員では、2017年7月に、酒井愛が、レギュラーでは、初座長に就任したが、その前には、特別講演などで過去にも、女性座長は存在した。 実例として2007年8月7日からの1週間を皮切りに毎年お盆の時期に道安へ女座長特別公演が行われていたことがある。現在、南波祇園の両ヶ月の公演で座長を務めるのは下記の4名。このほか公演プログラムの出演者トップに座長名の表記がない時は4名のリーダーが座長代理を務める。 副座長格座長不在の公演で座長に代わり、主役を演じるとともに、劇の脚本、構成を担当する。なお、副座長格はこれまでは名文化されたポストではなく、上述の通り座長が不在、または、ゲスト出演する公演で座長に代わり、主役を演じる座員を便宜上表現してきたもので、あるが、2019年3月1日の新喜劇60周年に、伴う。 体制刷新の中で、次期座長候補とされる座員のために、リーダーのポストが公式に新設され、上記6名のうち清水、吉田、品野、諸見里の4名が就任することが公表された。重鎮クラス座長経験者。舞台に登場すると必ずと言っていいほど拍手が飛ぶ。登場時にこけるギャグの使用が許されている。ベテラン座長経験者同様。 ストーリーや役柄の形状に関係なく舞台、登場時には、拍手が飛び、また、挨拶の持ちギャグを披露し、他の出演者をこけさせることができる。マドンナヒロイン的役割を担う、女性演者。新喜劇では必要不可欠な存在である。ストーリーにより、主役の妻や片思いの相手、主役の不倫相手であったり、と変わるため、必ずしも明確な基準はない。ただ、 在籍年数を重ねると徐々に後輩の女性演者にそのポジションを譲り、ベテランザインとして処遇される。ついなり、先行、未知ら年長の女性ザインもかつては、マドンナ格で舞台に出演していた。ただし、マドンナと呼ばれるザインが、必ずしも新喜劇でヒロインを演じるわけではなく、ストーリーの中で、ボケ役に回ることも多々あるということを留意する、必要がある。 一般座員若手2005年まで行われていた新喜劇風やキャプテンボンバーを主役として2006年に公演された新喜劇ボンバーなどの座員を中心に梅田花月で活動する芸人も加わっていた2005年からの吉本新喜劇金の卵オーディション出身者は口述第一個目金の卵2005年に行われた 吉本新喜劇金の卵オーディションに合格した座員。新人といっても、芸人や舞台人などのキャリアがある者も,も含まれ、すでに何人かは吉本新喜劇以外で活動がある。月1回の金の卵ライブに全員が出演。以下の座員による金の卵ライブは2006年7月が最終回。第2個目金の卵2006年に行われた。 吉本新喜劇金の卵オーディションに合格した座院。2008年当時、大阪、京橋にも、京橋花月がオープンし、新喜劇の上演が決定したことから、これに対応した採用と思われる。第3個目金の卵第4個目金の卵第5個目金の卵第6個目金の卵2012年、第5個目金の卵オーディション以来、3年ぶりとなる。 ラインオーディションが実施された第7個目金の卵金の卵オーディション合格者の入団時期は1から6個目までは10月入団であったが7個目以降で合格したイ員については原則4月入団に改められている第8個目金の卵第9個目金の卵第10個目金の卵2018年に行われた吉本新喜劇金の卵オーディション10個目に 合格した座員。2018年4月14日ナンバーグランド花月で開催された吉本新喜劇特別公演スッチー、川畑、酒愛、春の三座長祭りにて合格座員の発表が行われた。2018年9月28日、イエスシアターにて金の卵10個目ライブボリューム1が開催され、ゲストとして川畑座長が 前説、後説の MC を担当し劇中では、スッチー座長、酒井愛座長も登場資金の卵10個目メンバーに花を添えた。第11個目金の卵作家主に以下の者のが担当している。それ以外にもイベント等では以下の作家が担当している。主要座員のテレビラジオ出演、辻本茂雄、小籔和人よ、スッチー、道や末、酒井愛は、 関西地区を中心に新喜劇以外のテレビ番組にも出演している。特に小屋部は新喜劇座長に就任したまま初めて東京に本拠地を移し、タレントやファッションモデル、バンドマンとしても活躍している。辻本は全国放送のバラエティ生活笑い百科に相談員として出演している。このか吉田博松浦晋也、 森田マリコらが新喜劇でのギャグの掛け合い、場面をアレンジした、ショートコントを全国区の番組で披露することがある。若手ザインは2010年代以降、細かすぎて伝わらないモノマネ選手権や、うちのガヤがすみません。といった全国ネットの若手芸人向け番組に、出演することもある。ラジオでは、小部や,や末瀬弓などが、レギュラー番組を持っている。以下に挙げる人物は、 過去に在籍した座員のごく一部である。旧体制時代最初期の新喜劇では、ほぼ毎回ゲストが座長を交代で務める形が取られており、純然たる新喜劇在籍者が座長を務めるようになったのは1960年からのことである。その中で最初に座長として頭角を表したのは、白羽大輔森住清の二人であった。以下は存者、 または存命と思われる人物。個人は口述。やめよっかな時代以降作家、演出家マスコットキャラクター一人のボケに役者全員がこけるという芸を披露する吉本、新喜劇メンバーこの他にも BS 富士でも不定期で独自版を放送している。おなじみの吉本新喜劇のメンバーと他の出演者が出演している。ビデオもあり、今田孝二と東野孝二が 吉本新喜劇のメンバーのマル秘情報を教えるおまけのコーナーがある。2003年に DVD 化した際には今田と東野のコーナーはカットしメイキングを追加している。レンタルも可能である。テレビで放送された作品によっては DVD 版に収録されて発売されることがある。ありがとうございます。